大関造業は、江戸時代後期の大名。下屋国黒羽藩十一代藩主。天明元年、伊予国大須藩主、加藤康氏の八王として生まれる。完成10年9月1日、大須藩において600国を与えられる。文化8年8月24日、下野家黒羽藩十代藩主、大関造費の養子氏となり、同年9月11日、加藤邸から大関邸に移る。 養父増尾は28歳、それに対して、増業は31歳と、養父氏の関係にありながら年齢差が逆であるという、異例の養子縁組であった。ただし、江戸幕府に対しては、養父増費の年齢を30歳、増業の年齢を27歳と届け出ている。その背景は、増尾が反省改革に失敗して、家臣団から責任を問われたことが挙げられるが、 養子縁組の構想自体は、藩士にはほとんど知らされることがなく、突然の決定であったという。この時、黒羽の家臣団は養子に迎える時に与えられた、加藤家からの持参金を互いに山分けしたと言われている。加藤家からの持参金は二千両であった。同年10月1日、十一大将軍、徳川家成に、おまみする。同年十一月十四日、養父 造備の隠居により、家督を相続し、同年十二月十一日、受講した、とさまに助任する。文化九年五月十四日、堀田正厚の辞書をめとる。同年七月十八日、江戸を出発し、七月二十四日、初めてお国入りする。道中のきつ川において、実刑、きつ川恵ぐみと会談している。同年十一月二十四日、藩主らに、 反省改革の方針を示す。黒羽藩はわずか1万8000国の小藩であり、そのために財政が破綻寸前となっていたからである。当時、黒羽藩の年内における年貢の取り立ては2万票金銭は2000両とされていたが、これはおおよその検討に過ぎず、実際の収益を誰も知らなかったのである。造業はこれに呆れ、大急ぎで役人に命じて厳格に調べさせた。 すると、収益は、その半分をわずかに過ぎる程度しかなかった。そのため、造業は、厳しい倹約令を出して、経費節減に努めた。それと同時に、藩における商人から、多額の金を借用した。財政再建のために、造業が行ったことは、換金性の高い農産物の栽培と、中川水運の整備、及び治水工事などであった。つまり、 穀物や野菜などは、もちろんのこと、タバコや木綿、ごま、蕎麦、麻などの栽培を、大々的に奨励したのである。ところが、川の水運工事に対して、家臣団が猛反対した。文化10年、大阪カバンを命じられる。文政5年10月3日、本丸御殿が全焼。同年10月26日、造業は火災に関しての藩士の懲罰を決定する。しかし、 藩主は公正でないとして反発した。文政6年5月15日、重臣から隠居することを申し入れられる。その際、これまでの失政41箇条を突きつけられた。反対派の動きもあったものの、抑えつけられた。その結果、造業は隠居に同意する。事実上の藩主を仕込めである。同年9月18日、重臣から隠居後は、政治や財政に対し、 一切口出しをしないといった六ヶ条を突きつけられた。文政七年七月八日、病気を理由に、造業は隠居し、養子の造儀に家督を譲った。その後、造業は、水戸藩の徳川成明や松代藩の真田幸貴蔵ら、江戸時代後期の名君と呼ばれる面々と、交流しながら、学問に熱中した。もともと、学問好きだったため、 藩主時代に記した、はじめスイカ次をはじめ、隠居後においても医学書の浄化定期型や、構成において科学史、技術書として評価された、古実書の留め家数用など、多くのジャンルに及ぶ著作を行っている。校歌2年、死去、去年65。藩主時代に行った改革は、ある程度は成功を収めている点から、名君として評価されている。 ただし、業績としては、大田原市、馬蕉の館にある造業の著書の方が、当時の医学や政治を知る上で貴重なものであると高く評価されている。黒羽根藩の江戸下屋敷跡は、東京都荒川区立第六随行小学校の近くにあり、都電荒川線の千戸脇の大関横丁由来碑に、造業の業績が刻まれている。また、栃木県大田原市の黒羽根藩菩大事。 俳優寺の家老風、野江墓所内の石碑にも、造業が、過労、風の五平名闇に当てた書状と造業の業績が、刻まれている。ABCDEFGH、大関黒羽ネカフ。ありがとうございます。